さあということで、やってきましたトッテナムホットスパースタジアムでございます。今日の試合は FA カップマンチェスターシティ戦。えぐすぎ、えぐすぎです。もうねこれ、はい、もうスタジアムすごいな。なんか夜に来んの久しぶりかも。ということでございましてですね、今日は FA カップなんですけども、いや FA カップでマンチェスターシティ見れるのえぐいね。しかも4回戦。いや、これ楽しみですね。まあ、ということでね、夜8時のキックオフで、来たんですけども、何を隠そう。皆さんご存知。私、今日、試合のチケット持ってません。持ってないのよ、試合のチケット。何しに来た？もういよいよやって、そんな。そんなことある？こう結局チケット持ってへんのに会場来ることある？もうちょっとだからその何よ、そのまあ一応経緯を話すと、チケット買おうとは思ったんやけど、もう発売日にでオンラインで並んだんやけど、もう買えんくて、まあ満杯で、でずっと毎日もうチケット出てないか見て、今日も見たよ、さっきも。でも完売というか、もう買えない状態で、なんていうの、もう好きが高じて、トッテナム好きが高じて、もう来ちゃった。チケットないけども。もう逆にな。逆にやで。そう、なんかもう逆にの話になってきてるよ、もう正直言うと。うん、まあでも、もしかしたらさ、その、なんていうの、その、いや、お前、せっかく来た人も入れたるよ、みたいなことになるかもしれんよな。ちょっと粘ってみるか。なんかこう、ちょっとうろうろして。うわ、このチケットピーピーの音が。なんかムカついてくるな、チケットピーの音が。何してんのほんまに。でもなんか分からんけど、試合見に行くときと同じ感じのテンションやわ。見えひんのに会場で。うわ、マッチデプログラムだけ買おうかな、もう。なんか腹立つし、マッチデプログラムだけ買おう。はい、見ないのにねマッチデプログラム買いました。うん、今日試合見えひんのにね。うん、試合見ないの街でプログラムいらんねんから。試合見ない日の街でプログラムが一番いらん。これ今日ベルナーなんや。なんかこれ持ってたらもう見に行ったと言っても過言ではないやろ。見に行ったんって言われたら、うんって言って、これ見せたらもう見に行ったことになるからな。だってこれ持ってるもんって。まあでもこれは記念やね。わあ、なんかこれ今見に行くやつと見に行かんやつが今映ってるってことよな。びっくりするよな、この今ちょっと走ってる人たちも。もう試合始まる前やから走ってるけど、俺だけなよな、見に行かへんの絶対に。 Enjoy the game, mate. はい、 Thank you. Enjoy the game って言われたけど、俺見ひんねんな。見ないのよ。どうしたもんか。ちょっとさあ、そうやん、じゃあちょっとパブとか行くかな。あ、試合の日のパブ行ってみようや。このスタジアムのすぐ近くのトッテナムのパブ、どんぐらい人おんねやろ。めっちゃおるんかな。でもさ、そこはさ、俺みたいにチケット買えへんかったやつの集まりってことよな。めっちゃ仲良くなるかも。さあ、ちゅうことでですね、もう試合、もしかしたら始まった。なんかさっきわー言ってたけど、もう歌流れてたよ、正直。あ、待って、ゴールの人おる。俺らがエミレーツでインタビュー受けた。あ、ゴールや。あの、同じ点。マジであの人や。ケビンさん、みんなここで食べんねや。すごいな、知らんかった。マザーホバーツ、ポリスがここで来んや。なんかええな、それはそれで。ここ The Brick Layers Arms、 やっとるわ試合。むーちゃ人おる。ちょっと入っていくわ。さあ、ちゅうことで入ってきましたけども、今外ね、外はこれぐらい。でもまあまあおる。赤すごいで、人めっちゃおるわ。なんかあれやな、でも客層的に熱狂的というよりかは、みんなで楽しんで見てる感じがするな。
これ手入ったりとかそういう時にどうなんねやろうっていうのがちょっと楽しみや。なんかめっちゃ盛り上がってきた。なんかめっちゃ盛り上がってきたぞ。なんか急に盛り上がってきた。ゲームオン。後半が始まっています。今なんとですね、うどんが撮ってる後ろか前に日本人の方がいらっしゃって、でちょっと意気投合してハーフタイムちょっと喋ってたら後半始まってました。で別にスパーズサポーターとかではないらしいです。一応言うとくとね、うわ日本人のスパーズサポーターと思って喋ってたら全然違うらしいです。ちょっと寂しい気持ちはありますけども、まあでもね、楽しんでサッカーを見るというのは一緒ですから。なんかほら笑ってたりしたらあかん空気やなこれ。何が笑いやん。はい、ということで、終わりました。試合 1-0 で負けということで、まあ悔しいね。1点も取れないという。さあということで、もうねちょっと音がうるさいので出ますけども、負けということでね、残念ですね非常に。いやシティやばい なんかもうじゃあ優勝してほしいわ。じゃあ、ということで、まあ、試合当日チケット買えないながらも、スタジアムに来て、結局パブで楽しんでみるという動画でございました。試合当日は結構人も多くてね、パブも、楽しんで見れますね。まあ負けちゃったけどすごいいい経験やなと思いましたね。また来よ普通に。はい。
ということで、今回の動画面白いと思っているやつぜひチャンネル登録よろしくお願いします。何か感想などはコメントお願いします。ついでに高評価もお願いします。概要欄から他チャンネルの秘剣ロンドンもぜひお願いします。ではまた。